浜松祭りのラッパーを吹いてる先輩が小学校の時なんですけど、音楽部に所属していて、その先輩に誘われて小学校から始めました。篠原小学校です。篠原中学校です。同級生の人数がすごい少なくて、1年生が部活の半分以上の人数だったので、まとめるのにすごい大変だったんですけど、目標は東海大会出場で金賞という目標を持ってたんですが、県大会金賞での時点でギリギリ行けなくて、すごい悔しかった思い出があります。吹奏楽はすごく有名で、マーチングも行っているので、その両立して2つのことを行っているっていうのがまずかっこよくて、定期演奏会を見に行った際に圧倒されて、私もこの部活動で一緒に活動してみたいなと思って浜松商業を選びました。やっぱりみんな同じ目標に向かっていって、同じこうなりたいっていうのがあるので、まとまるときはまとまって、楽しむときは楽しむっていう切り替えはできると思います。私は副部長として大会の予定を考えたりするんですけど、日々の練習で大会のために何をしていかなきゃいけないのかっていうのを考えて、それを癖づけて大会の時にミスをしないように、少しでもミスが減らせるように意識して頑張ってます。